そうですね、まあ、関先生はやっぱね、やっぱスタディサプリの英語の先生の中でやっぱり一番人気の、うん、じゃあでもここで気になるのが、じゃあハイパートレーニングとどう違うのみたいなことだと思うんですけど、迷いますね、どっち使うか、似てるんだったら。武田塾チャンネル。久しぶりの企画なんですけど。何ですか今日の企画は。今日の一冊って参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね、はい、はい、まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、ちょっとせっかくなんでいろいろまたね、新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど。ニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊ずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。高田先生、はい、今回の参考書は何ですか。今回紹介する参考書は、関正雄の英語長文ポラリス標準レベル1です。はい、来ましたね、ポラリス、はい、これ結構新しい、最近発売された、もう去年ですね、2016年に出て、はいはいはい、で結構そのこれどうなんですかみたいな質問とかも来てたんで。そうですね、まあ、関先生はやっぱね、やっぱスタディサプリの英語の先生の中でやっぱり一番人気の、多分内容とかも素晴らしいんじゃないかなと思うんですけど、はい、実際分かりやすいですね、はい、で中身で近いのはあの英語長文ハイパートレーニング、安子内先生の、はい、あれと同じで問題ごとの解説、結構詳しめに書いてあって、構文がちゃんとあって、まあ、音読用の部分ついててみたいな、はいはいはい、要はその英語の長文でつけたい力を一通りこう、まあ、フォローしているような教材だという形ですね。なるほど、うん、まあ、英語長文ハイパートレーニングレベル1とかもそうですけど、はい、やっぱ全部の英語の文章に SVOC がしっかり振ってあるっていうのが、英語が苦手な受験生にはすごいありがたいですよね、はい。じゃあでもここで気になるのが、じゃあハイパートレーニングとどう違うのみたいなことだと思うんですけど、迷いますね、どっち使うか、似てるんだったら。まず決定的な1個があって、はい、レベルの部分がちょっと違ってて。あ、レベルが違うんですか。あのハイパートレーニングのレベル1ってめちゃめちゃ簡単なんですよね、はい、あ、何レベルでしたっけ。だいたい高校受験から、はいはいはい、あの高校入門ぐらいの、はいはいはい、なので、要は実践的な大学入試レベルってなるとレベル2からなんですよ。うん、そのレベル2と大体このポラリス1が同じぐらいなんですよ、ね、なるほど。じゃあ同じレベル1だからって言って、はい、似てるぞってわけじゃなくて、はい、レベルが全然違うんですね。そう、ワンレベルずれてるんですよ、はいはいはい、要はあのこのポラリスの方がワンレベル高いんですよね、難易度が、うん、っていうふうに思ってもらえるといいかなと思うんですけど、あとちょっと解説とかの部分で言うと、若干その設問自体の解説の方はそのこのポラリスの方が詳しいかなと、うんうんうん、どう解くかっていう、うん、あのところで、で、あの構文に関しては構文の SVOC 全部振ってないんですけど、その SVOC 以外の部分でちょっとワンポイントの説明とか、はい、あのヒントみたいなの書いてあるのが、まあ、安子内先生かなと思うんで、うん、どっちかというとやっぱりそのできない人向けなのが安子内先生で。あ、そうなんですね。まあ、まあ、結構すっきりまとまってるというか、その実践演習入ってる人がこうちゃんと身につけるためにっていう意味だとポラリスの方がいいかなっていう形ですかね。なるほど、うんうん、で、まあ、あと、まあ、新しいからね、やっぱ英文とかも結構新しいものがセレクトされていると。そうですね、英文もやっぱり昔の文章と今の文章で全然テーマとかも違いますもんね、うん、特にね、あの IT 系とかだとね、あ、はいはいはい、ネットワーク系のテーマとかは最新じゃないとなかなかだいぶ話変わっちゃうっていうのもあるしみたいな。まあ、なのでその使い方としてはやっぱりそのハイパートレーニングの代わりに使うか、もしくはハイパートレーニングぐらい詳しいのをもう一つやりたいなみたいな時に使うと、うん、ただ注意点として必要なのは、はい、あくまでもこれ長文の参考書として詳しいだけなんですよ。はい、長文の参考書で詳しい、つまり解釈文ではないんですよね、はい、なるほど、はい、うんうんうん、だからポレポレとか、はい、入門英文解釈技術の70とか、あの辺とは違うわけですよ。例えばこのザットは関係代名詞のザットなのとか、はい、同格のザットなのとか、はい、いろいろそういう説明が詳しく書いてあるわけじゃないってことですね、はい、そうです。だからこれ一冊で受験の英語全部こなせるというわけじゃないです。あくまで長文の問題解説なり構文振りが詳しい本であって、うんうんうん、長文の読み方を習いたいならやっぱそれは解釈本を使わなきゃいけないです。先にそっちやらないといけないですね。だから同じ先生であのプラチナルールみたいなのを言ったりするんで、はいはい、関先生ですね、はい、まあ、そういうのを使ってもいいと思うんで、まあ、なので使い方間違いないで詳しい解説詳しいいろいろあのやってくれてる長文の参考書だよって思えば非常にいい参考書なんじゃないかなと。そうですね、はいはいはい、でまあ2とか3もあるんでね、とりあえず1に関してはまあ大体あの日大レベルとか、うん、その辺のレベルを結構集めている参考書だと思ってくれるかなと思います。は
今回は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからまた見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。